ップはそんなにそうなの。お、ブン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 。何してる？これ何？気持ち悪い。骨だよ。ねえよ、もう。あの実家に帰ったらね、長文の手紙が来てたんですよ。知らない人から。知らない人から。何なのそのさ、人をバカにする。これを隠せ。伝わってる伝わってるよ。100伝わってる。ヒゲさんの手と顔と性格が汚い。だけじゃないよ。うん。はい。メガネはその何変えた？いつの話してる？変えたよ。相当前に変えた。まあ君と会ってないからかもしれない。なんか昔すれば赤かったなと思って。ああ、ちょっと別光っぽい感じのね、うん、やつにはしてたけど、いや普通になんかチタン製のに変えました。あ、ぶっ壊すから。でもマジであのちょっとこう変わむのよ。でもだから。え？なんか食べるたびにこうプクンプクンみたいな。起きするたびにプクンプクンみたいな。見た、え、俺のメガネがこう横に広がってる瞬間をあなたがご覧になったっつうことっすか、それは。じゃあ、いや、なんか怒ってる時とかプクーってプクーってなの。分かりやすいな俺のメガネ。おお、ね、メガネって顔が膨らむな。アホか本当に、はいはい、いやー、ヒロさんメガネしないの？なんかそんなにしなきゃいけないほど困ったことがないんだよね。うーん、運転の時はつけるけど、うん、近づけば見えるし、うん、最近あのスマホで撮って拡大すると見えるじゃん。あ、こう見えてやればね、うん、だからあんまりなんか目悪いでしょ。だって悪い。 0.2 って思ったより悪い、はい、あれやんないの、うん、あのレーシック的なやつ。あ、だってレーシック失敗した人大変なことになるじゃん。俺さすがにね、最近もなんかそのネットとかにはあるじゃん、失敗で。はい、ありますね。うん、それが完全になくなるまで僕はやらない。いつだよ。だってデメリットがでかすぎるんだもん。まあ、目が見えなくなるだよね。これちょっと今年やろうかなと思って。うわ、そんなにその顔。いや、あの、もう失敗したらマジできついらしいですよ。目が悪くなるどころじゃなくて、あの常時ずっと頭が痛いとか、何か光ってるものがずっと残り続ける。いや、君はね、人生はギャンブルだよ。もう乗るかそるかの戦いっつね。メガネの方がマシじゃん。お前は船から降りるな。いや、ぶっちゃけだからさ、うん、眼科もメガネかけてんじゃん。あ、本当だ。だから眼科が、うん、あの、あ、俺全然レーシックして、あのレーシックの病院の先生がレーシックしてるは見るの。はい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 。でも普通の眼科でレーシックしてるやつを僕一人も見たことないのよ。ああ、それ言われちゃうと確かにな。その時点で、あ、これはやべえやつだって。まあね、でも本当昔から言うよね、名医者の先生は全員メガネかけてるみたいな話は。いや、コンタクトも悪いって言うからね。令和ですよ、もうね、令和でもコンタクトつけてないから ね、眼科が、うん、ギャンブル負けたところなのに。いや、だから俺はだから今運を全部使い切ったから。ここは ICL は可逆だからいいですよ。あ、そう、 ICL にしようと思ってる。だからなんか切り開いて中にムニュって入れるんでしょ。怖っ言い方、怖っ、うん、そのムニュって言うから怖ってなるわけで、 ICL はだったらチュッパッポッて、うん、へーへーってほら、うん、こ、信じられない、全てがくっきり見えるみたいな。最近だ、メガネ外したらヒカキンっぽくなくなる。お、ブン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 、はい、何してる。そっちの、ね、そのコメントな、そのコメント、ヒカキンさんはもうリスペクト、超リスペクト、ブンブン、超リスペクト。何でもヒカキンさんだと思う。はい、はい、ね、かわいいね。はい、自分の手がいかに綺麗か見せてやろうか。俺のひろゆき百姓の手をしてるって感じだから。見ろ見ろ、このアンパン、アンパンマン、パンパンや。ちょっと手グッてやってみて。あ、なんで骨出んの君。なんでパンパンなの。なんかさ、こう手をさ、こういう風にすると骨が見えるって言うらしいんだけどさ、うん、ちょっと待って、これ何、気持ち悪い。骨だよ。ねえよ、もうほら。なんでさ、陰影一切つかない。それゴムかなんかでできてるの。ね、優しさでできてる。人殴っても大丈夫。なんでそんなプリンプリンなの。すごいだろう。人間ほら、骨の周りにさ、うん、筋肉があって皮があってってなるじゃん、うん、血管くらい普通に出るよ。血管？ヒゲさんの手の方が美味しそう。あ、ほら。血管ないね。うん。本当にそれなんか人間の手なの？人間の手だ。俺を何だと思ってるの？いや、なんかゼリー状の何かが詰まって、パンパンの何かがさ、何か詰まってる、うん、そういう感じになるじゃん。うん。すごいふくよか、ふくふくしい。あ、どう？ニュースピックスの元代表も移住されてますね、愛媛県。あ、そうなんだね。まあ自然いいよ、ね、たくさんあるしね。そんな田舎行きゃ自然なんかいろいろもあるわ。まあいろんなタイプのだけど、海もまあね、瀬戸内海かもしれないけど、海も山もあるから。神戸でいいじゃん。いや、だからニュースピックじゃ住めないよ。そんな。
神戸は。まさか。やめてやれよ。四国ディスに対抗してニュースディスディスで勝ってくるのは。お前がちょっとの関係値ありそうだなっていうところをどんどん潰していくっていう。いや、ニュースピックスはね、そんなに関係値ない。あ、ない。あ、じゃあ本当申し訳ございません。ニュースピックスは本当にすいません。あるかあるな。あ、なんだ、じゃあニュースピックスパーンだよ、こんなの。本当に。何がニュースのピックスだよ、本当に。すごい、おじいちゃんの顔が。英単語の一個一個に文句を言う。何がピクスだよ。井上さんの得意料理はあれこの昨日作ったよね、カレー。 あれヒゲさん作ったの？ヒゲさんの奥さんが作ったのかと思ってた。あ、でも全部レシピは全部伝えた。だからやってくれたけど、でもレシピは俺のだから、レシピ俺のだから、レシピ俺のだから、うん、作ったと言った。作りました。共同、初めての共同作業。あー、でも確かに有名レストランとかがさ、うん、そのシェフが作ってるかっていうのは、確かにそのシェフの作ったレシピを普通に社員のシェフが作るもんね。うん、そう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 。そうか。うん。ロブションに行っても別にロブションさん料理作ってないもんね。さらに恐ろしい話をするけど、はい、このレシピは別に俺のオリジナルじゃなくて、ホットクックのマニュアルに書いてある、あの、公式の無水カレーの作り方に乗っ取ってるだけだから。じゃあ君何もしないじゃん。一緒に買い物行った。一緒に買い物行った。これ買うといいよって。でカレー味のうんこ作ったと。カレーお前食ったな、それ、はい、一番食ってたな。おしぞ、ドイクさんはみんなバカにしてるもんな基本。はい、何なのそのさ、人をバカにする、そんな生き方をして楽しいのかね。楽しいよ。あ、そういうやつだった。お前はそういうやつだった、確かに。うん、楽しく生きております。うん、あと別に俺もそれで困ってないから別にいいよそれで。もうやばい、バカにしてはいけないという風な思い込みがどこから生まれるかだよね。嫌われたくないじゃん。ああ、なんだっけな。なんか最近ね、うん、あの、実家に帰ったらね、うん、長文の手紙が来てたんですよ。おう、どれから？あの、知らない人から。知らない人から？うん。おう、なん、どんな？なんか、ふわーっと見て、ふいって知られたんだけど、一人。うん。あの、まあ、その、気を使って人に好かれた方がいいですよってアドバイス。その人は本当に僕のことを思って、アドバイスをくれたんですよ。うん、はいはいはい。でその方がなんかあのうまくいくし、それで社会が変えられるかもしれませんみたいな、うん、なんかそんな感じだったと思うんだけど、うんうんうん、僕結構逆だと思ってて。どういうこと？要はその、あの、多くの大多数多数派に好かれようとするというのをやり続ける人しかいない結果、うん、あのこうした方が合理的には正しいよねという人がほぼいなくなってしまったというのが現状で、あ、で成田悠輔さん僕みたいなのがメディアでなんか、うん、多少出ることになってしまったのは、うん、結局僕ら以外それを言う人がいなかったっていうことな気がするんだよね。あ、まあそうね、それはそうかもしれない。なんかみんなで頑張ろうよとか、はいはい、なんか大阪万博頑張ればなんとかなるよってロマンだよねとか、うん、なんかみんなで一緒に気分を盛り上げていけばなんとかなるよ日本みたいなのが、うん、多分ずっと続いてたんだけど、うん、うまくいってねえじゃんっていうのを、うん、言って直さなきゃいけないというのを誰かがやらなきゃいけないけど、それやると嫌われるじゃん。うん、だからただじゃあ成田さん僕とかその後も多分じゃあ5人10人同じようなこと言う人がいたら、うん、そこまで嫌われなくなるじゃん。うんうんうん、なのでそういう人の量を増やした方が長期的には正しいよねというふうに思ってる派閥。でも楽しいんでしょ。うん、これを隠せ。その嫌だけど嫌だけど言わせていただいてますっていうのであれば君の好感度も上がるのに、それ違うじゃないですか、王様はほとかすよねってやってるから。伝ってる、伝わってるよ。100伝わってる、まだ120伝わってる。うん、ね、本当にやっぱテクニックって大事だから。そうね、そうね、うん、まあ、面白いんだよね。まあ、根底なんだろうな、もう僕からしたらさ、もうみんなが言ってることっていうのはさ、ある意味事実というか常識とか、うんだからそこはもう基礎としてあった上で話をしたいのに、だからそこか土台からひっくり返されるようなやり取りになっちゃうから、うん、あれだよね、ちょっと感情的にもなっちゃうよね。お、皆さん感情的に、うん、なる、もうすぐ銃があったらすぐ撃ちたい。はい、皆さんチャンネル登録をお済みでしょうか。画面の下赤いチャンネル登録とかってるボタンクリックタップをしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてよければグッド高評価、こちらの方もよろしくお願いいたします。